累計1700万部の大人気コミック白鳥レイクでございますが、20年ぶりの3度目のドラマ化です。さらに映画化されまして、6月11日より全国労働賞も決定しました。ニューヨーク育ちでリアルお嬢様、まさにハマり役と絶賛されている3代目白鳥レイクに抜擢されました。ドラマに映画バラエティと活躍の幅を広げている柿田真由子さんをお客様にお迎えします。よろしくお願いします。何ですかこれ何ですかこれですか。これマサルの部屋です。バカにしてますよねしてませんよ。これダメですよ ね、 あなたすごいよね。エリンギみたいな服着て今日お似合いですわね。お似合いで英語が得意みたいですけども、はい、ちょっと英語で自己紹介の英語で自己紹介、ね、めちゃぶりすごいわ。Hello, my name is Mayuko Kakira and today I'm here with Masaru。 はい、大丈夫です。 何言ってるか分かんないけど素晴らしい素晴らしいな。でもやりづらいから普通に戻すね。戻すね。はい、じゃあいよいよねこの白鳥レイクでございます。ザ・ムービー6月11日から公開ですけれども、はい、見どころどうですか。見どころは、うん、やっぱりドラマになかったこの新キャラ桐生さんとの、ね、そう関係と、まあ、てっちゃんの恋のライバルになるということで、どういう展開になるかっていう、そういうところですかね。ドラマまでの逆にてっちゃんどうだった。ドラマでのてっちゃんは最低です本当にもう超チャラくて、ね、あ、そうですか、うん、あれなんかすごいナチュラルだった全部が。いやいや、ちょっと待って、褒められとるのかどっちこれ。いや僕やっぱ憑依型なんで、はい、てつやなっちゃうんですね。いやいや、回ってないとこもちょっといつものマサルではない。ですか、ね、そうだ、これ今多分徹夜モード。あ、すいません、役者なんで。徹夜、徹夜役今徹夜なんですね。そうです、今徹夜なんです。そうですね、マサルの部屋ですけど徹夜なんですね。そうです、今日はハーフアンドハーフですね。はい、そんなじゃあ徹夜とマサル、ハーフアンドハーフの今日はね、はい、キャラとなってますけども、はいはい、役作り、うん、シーンで、苦労したところを教えてください。レイコさんどうですか。なんかオホホドラマでもあったんですけど、うん、はい、まあ、まずそれにすごい苦労して、うん、あとは映画では料理のシーンがたくさんあるんですけど、レイコさんは料理ができなくて、でも本当は料理ができるので、その料理ができないお芝居が難しかったです。うわ、見せつけるねそう、ちょっと好感度料理でも本当得意だもんね。そう、本当に得意なんです。なんか出汁から取るんでしょ。そうです。そうなんですか。そのロケ現場とかではそういうのが振る舞われたとかあったんですか。あ、でもクッキーくれて。あ、そうです、そうです。あ、嘘じゃなかったんだって思いました。僕はまあ、レイコさんも含めなんですけど、1年後の話なんですよ、劇場版、うんうん、でも同時進行で撮ってたんで、うんうん、その時間軸をしっかりしないといけないってことで、その1年の間にどこまで進んだのかっていうのは、で最後のシーンもね、3人で作ったんですよ、はい、一番最後のその結婚式場のシーンがあるんですけど、本当は違ったんですよ。はあ、変わりました。哲也君の行動が全く違って、はあはあはあ、でも玲子さん的には、はあ、そこはいけないからって言われて、はあ、僕がこう玲子さんってなったんです。でもなんか一回すごい吉本さんと笑っちゃって本当に申し訳なかった時ありましたね。都合に入っちゃうと長いんですね。そうなんです。彼もすごく NG が多く、はい、彼のシーンが都合なんですよ。高田くんもダメです。この金髪の子が一言が言えないとかですね、ありますからね。スージーはどう思ってたんですか。なんかそういうのはこうメンバー同士で喋れなかったんですか。いやでもなんかツボんなよ、俺真剣にやってんだからそんなキャラなんですか。まあ、破天荒だろうって言って、うん、あ、破天荒だからみたいな。ファニーちょっとドラマとか映画に出ちゃうとみんな変わっちゃうんですか。いや、ボイメンの皆さん。でも僕も変わってます。いや、マサルさんもちょっとなんか雰囲気あ、本当です、違いますよね、いつもと。でもやっぱ役者なんて現場によって違うんですよ。気がつきますね、なんか。ですね。キュンキュン来たところ、はい、教えてもらっていいですか。あとダメなところも教えてもらえると嬉しいな。なるほど、はい、でも映画の中では結構妄想をたくさん再現していただいて、うん、なんかロミオとジュリエットもすごい好きだったんですけど、私料理してる時にちょっと後ろからギュッみたいなのは女子はみんな憧れなんじゃないかなと思います。
なるほど、はい、キュンキュンしました。でもダメなのはあのルミちゃんと一緒に、うん、あの倒されちゃうというか、はいはい、2人でやっぱりもう女性と2人でいるのがちょっとダメですね。やっぱりもうそもそもが何が起こるか分かんないですから。こんなこと言ったら2人きりで密室の部屋にいたじゃん。いやいや、でもあれは全部哲也くんのためだったからね。役柄に入って役柄に入ってね、今もう私たちますからね。そうですね。もうこのメンバーの中で実際だったらこの人を恋愛するなっていうのはいらっしゃいますか？このメンバーだったら桐生さんがいいです。あ、そうなんです。なんかやっぱりてっちゃんとはそのドラマでいろいろ振り回されちゃって、それがトラウマで、あの誰にでも優しいてっちゃんより私にしか優しくない桐生さんが魅力的です。すごくちょっとツンデレな感じが、はい、好きですね。吉本さんもダメなんですね。そうですね、吉本さんはもうちょっと論外ですね。すごい、なんかなぜかこの間もその完成披露の時も、うん、なぜか笑いが起きてて彼が映るたり。そう、チャペルのすごい最後のいいシーンも、いいシーン、もうなぜか笑いが起きててすごく悔しかったんですよ。あとあの映画に挿入されている、ね、歌も、あ、そう、すっごくいい。あ、ありがとうございます。なんかもうね、すごいぴったりなんですよ。もうすごい、ほんと素敵です。あ、本当に世界観最高でした。あ、嬉しい。フォーエバーの方が、フォーエバーの方が主題歌、主題歌最後 の, 最後のエンドクレジットで流れる方で、ウィズがあの挿入歌で、はあ、いいとこで かかってきますから、うん、はい、ここでかかったみたいな。そういえば、川北さんは、はい、この愛知県でお仕事をしてボイメンと絡まれたことあるんですよね。そうなんです。昔に愛知ポリスをやらせていただいてた時に、そうですよね、多分1ヶ月に1回ぐらいかな、はいはい、お会いしてました。あ、高田くんと桐生さんもいたとかいないとか。出てた、はい、桐生さんも出てました。でも高田くんはすごく現場でも行ってましたよ、はい、あの僕愛知ポリス桐生さんですけど、あの安心正義ですって言ってました。私全員初めましてだと思ってて、なんか実は僕ね、会ったことあるんですって言われてすごいびっくりしました。でも思い出しました。思い出しました。はい、すごい圧でしたよ。誰でしたっけ、もう一回。あの安心正義です。まあ、あのファンの皆様にあの一言ずつちょっといただければなと思います、はい、はい。やっぱり白鳥麗子でございます。ムービーはもう本当に麗子様全開なので、ぜひそういう暴走している麗子様、そしてこの壮大なスケールを見て、なんかちょっと夢見てこれを見てほしいなと思います、うんうんうん、はい。ね、まあでもドラマは見てない人にもこの劇場版から入っていただいても楽しめますし、まあなんか笑って泣いてちょっと心がほっこりするようなあの映画だと思うんで、男性にも逆に見てほしいですね。うんうんうん。あと彼が出てきて笑ってしまったら2回目も見てほしい。そしたら多分慣れているはずなので、そしたらお話がスッと入ってくると思います、はい、映画白鳥麗子でございます。ザ・ムービー6月11日公開になります。よろしくお願いします。じゃあ最後麗子さんお願いします。皆さんぜひ見てください。お願いします。東海ウォーカーチャンネル、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 チャンネル。ネイティブに言うとどうなるの？チェーノ。おお、すげえ。バイバイ。バイバイ。